ポンドロ自体っていうのがその長沼をリンゴ産地として守っていくために、まあ、リンゴ畑を残していこうという活動で、自分たちの個人での、仕事もありながらみんなで共同で管理していくっていうことでやってて、今のところはメンバーは16名ですかね。泥は、まあ、多いところで10センチから20センチぐらいですねは堆積して、多分、水は3メートルぐらいの高さまでは来てたんじゃないかなと思いますね。これからまたリンゴは作れるのかどうかっていうところがやっぱりもう不安というか、うん、な気持ちでしたね、はい。最初の頃はまあ復旧作業ですよね。もうゴミとかの片付けで、泥出しとかで、まあ、そういった中で、まあ、やっぱり大勢の方ですね、まあ、ボランティアさんとか、まあ、そういった人たちの協力があって、あの復旧作業を進めていくことができて、これからもまたやっていけるんじゃないかっていうような、だんだんと前向きな気持ちになっていけたかなっていう気持ちがありますね。まずは引き続きやっぱりリンゴを作り続けていくことがまず第一で、あとは畑をねやめてしまって、例えばもうリンゴの木を伐採して、まあ、さら地にしてしまったような土地とかもあるので、そういったところにもあのまた、これからの活動ではリンゴの木を植えていって、で、まあ、あの自分たちだけではなかなか管理も難しいので、ここであの皆さんとのつながりができたので、そういった方にまた来てもらって、外の人たちとも一緒に、まあ、リンゴを作っていけるような、まあ、そんな体制ができていければ、こうやって皆さんのおかげで元気に復活したっていうところ姿を、まあ、そういった人たちの恩返しにはやっぱり我々がまあ引き続き、まあ、リンゴ農家としてやっていく姿をあの見せるなくちゃいけないなとは思ってますので、まあ、そういったところもやっぱりこれからの日々の原動力になっている